はい。大平気ハイライト第104回お送りしたいと思います。えー、前回は、新田義貞の意地である吉岡義宗、それから脇屋義介の意地である吉春らが関東で、えー、兵を挙げ、それにその元あの足利忠義派の、えー、敗将たちも、えー、それに加わったりとかして、えーまあ、さらに、その、上杉の あの部下であった長尾と根津というのがあの決死の覚悟で2人だけで、えー、高氏をこう殺しにあの行ったんだけれども、えー、高氏卿雲説がまたここでも,、えー、もう出てきたということで、えーまあ、助かったということをお話ししたと思います。で高氏 共運というのは、あの、さっきの動画でも説明した通り、あの、前世、過去世での、あの、こう全運が、あの、元になっている、あの、いよいよ行いで、そうなっているんだということですが、その、どうも太平記読んでても、この時代の人たちは、高氏の人物像ってなかなか、こう、捉えにくかったのかな、なんていうのも、ちょっと感じたりもしています。えー、他の人物が、あの、 比較的その類型的な描き方をして面白く見えている中で、高氏だけどうもこうぼんやりしているような、あの、それはこう、高氏がこう悪い評価されてたっていうのではなくて、当時の人たちにはもう測りかねるようなこう人物像であったっていうところがあるのかななんていうのをちょっと感じています。まあこれもまた宿題にさせてください。さて、えー、今回は、えー 南朝型の、あの、人たちとの戦いになります。えー、八幡合戦を中心にお話ししていきたいんですが、まずその、五村上天皇は、その、京都に入らずに、依然として男山八幡にいらっしゃったということで、えー、都の皇居は荒れ果ててしまいます。えー、これというのは大駅の語り手から言わせれば、非常に嘆かわしいことだと。 噛む天皇が、平安京に都を移して以来、その、たとえ仏法が捨て人々が争うとされる時代になっても未来を荒廃することがないということで、ここが選ばれて、あの、比叡山延暦寺であるとか、将軍塚とかが、その、ちゃんとした方位に置かれているのに、これはどういうことなんだと、子はそも何としる世の中ずやとて、嘆かぬ人もなかりけり、という、 形で評価しています。さてこのあとなんですが足賀義昭3月11日に近江の国四十九院を出立して京都での合戦を急ぎます。で17日に当時に陣を構えて協議しているところへ細川清氏と清氏とが四国の軍勢を連れて上落します。で赤松即友一度はその大殿の宮の御子を拝、えー、して。 あの、挙兵を宮形でしてたんですが、それもまたそう向いて発生参じました。これはその、足利将軍型には強い味,あの味方となったようですで。足利高常、柴高常ですね。この人は小山号を送ってきました。で、一方、南朝型なんですが、えー、楠木正成の、えー 三男である楠木正則とあとその和田の正恵というあの人たちが出てきます。ですごく若いです二人とも。えー、正則が22。 えー、和田正江が16歳と。まあ、二人とも若武者であって、なかなかその戦いっていうのは資料がないんじゃないかなんていうことで、えー、南朝型の諸教も危ぶみを持って見ていたんですけれども、和田が創上し、あの、三代して相乗したことは、あの、 暴風や心労やたびたびの合戦打ち死にいたし、天皇のご恩を子孫の繁栄に残したのでございます。道義を重んじて命を軽んずる点においては先祖に劣るでしょうから、視力を振り絞って、合、え、戦、ー、いたし的の大将の一人でも打ち取らなければ、再び、えー、恩、顔、お顔を繁することはなかろうと思います。存じますので、これを最後のお糸間といたしますと申し上げるやいなや、えー、思わず涙を袖の、鎧の袖に落として、 御前から退出していったと。まあ、帝はあのこれに対しては、えー、心細くもまた頼もしきもにもお聞きになったと。で涙を流したということですね。えー。哀れ代々の有志かな国のため忠、えー、世君のための孤高の両卒かなと一同に感じ涙をぞう流しけるとあるんですがえ。 和田の方ですか？雅紀じゃないんですか？っていうところはまたこれ後でお話ししたいと思います。で、将軍型の時、三河の神は当時名を知られた武士であったとで、時が山道を登ってくるのを見た。和田五郎これあの。 和天正本ではちょっと正恵とこの五郎と混同しているところもあるみたいなんですが、この五郎は粉になたで応戦しました。で、この様子を見て和田に打ってかかった細川清司の家臣である、えー、関左近将源は、えー、体を射抜かれ、関を助けようとした時も脇を深ぶかといられたと。で、時は関を抱えて崖を飛び越えた時に、えー、土が、 崩れて転がり落ち打ち取られてしまったと、えー、そういったあの激戦もあります。で、その和田五郎もこの時にあの傷を受けるんですね。でもそれでも、えー、向かっていって。 さっきのような結果となり、えー、首は取らずに、えー、切り捨ててあった脇立てだけを取って打ち取った証拠にして、えー、自分の、自分にいたてられた矢は、あの、折ったまま抜かずに、帝の御前に参上して合戦の模様を詳しく述べたと。まあ、これに対して、帝は、あの、大層、 簡単なされたと、つがなく喜三の城前代未聞の光明なりと栄冠さらに浅からずとありますまたあの和田の活躍なんですねで、えー、八幡山の西側に陣を構えた細川球児清治は足をかけられて敗れたが時佐々木赤松らは同情せずに持ちこたえたというような戦況も語られています で、ここで、えー、先ほどから、くすのきの三男はどうなってんのというところのお話をしたいんですが、えぇ、ー、しゅ、やわたい、 いやまあ男山八万の陣営が、あの、いつまで持ちこたえられようかって、あの、将軍型は大軍勢になって、味方には援軍もないと、そこで和田楠木はこう河内に返して広報援護をさせなくてはうまくいくまいと決定して、二人、あの、和田と楠木を密かに城から脱出されて河内の国に派遣します。で、南朝型っていうのはこの広報援護の軍勢に期待して、その到着を待っていたんです。で、和田五郎なんですが、さ あのこの任務の重大さを思い、急病になってしまって死んでしまったと。で、弟のマサイは、あの、時三河の神を撃とうとして重傷を負ってしまったって、ここがなんか天正本混同してんじゃないかっ,って、これ、コローと、えっとマサイが逆じゃないかと言われています。じゃあ 楠木正則に期待なんですけれどもこれがまた父正成にも似ず兄正つらとも違って、えー、心が少しのんびりしたものなどで師匠が大敵に包囲されておられるのを何とも思わず援護部隊の出発を今日です明日の予定ですというばかりで日数が過ぎていったと。えー、ああ行の子を行に似ず春の亭は春に似ずと言いながら、えー、この楠の木はまさしく正成が子なり正つらが弟なりと。 いつのほどにか父にも兄にもこれほどまで劣らんと軽症うんかく口々にその玉いけるってなんかあの父兄にもあの似てねえなということをあのみんな嘆いたということなんですね難聴方はまあこういうこともありますよねあの誰もがお父さんの方にばっかにいるというわけではありませんのでそんなことで今回はここまでにしますそれでは